私好きな人ができたの。どうか言われてもな、なんて返せばいいかわからないよ。おおおお、もっとずっと離れないでいてほしかった。待ってよ、どこにも行かないで、僕を置いてどこへ行くの。行かないで、ごめんね。ありがとうございます、こんばんは。大学2年生、20歳の田中いぶきです。お願いします。はい、よいしょよいしょ。ちょっと急、めっちゃ急なんですけど、最近花粉やばくないですか？花粉やばくて、私1ヶ月ぐらい前からもう毎日鼻水止まらなくて、本当に何してても水が垂れてくるっていう最悪の状況なんですけど、花粉症の人やばいですよね。花粉症の人いますか？今ちょうど鼻水が大丈夫ですか？本当に鼻水やばくて、花粉症ね、本当にどうにかなんないんですかねっていうちょっとしたね、愚痴、花粉に対する愚痴でした。もう早速ちょっと何話すか決めてなかったから早速次の曲にね行こうかなと思います。これ高校1年生の頃に書いた曲で、ずっと歌ってるんですけど、可愛らしい歌になってるのでね、ぜひ歌詞の方も注目して聞いていただけると嬉しいです。はい、お願いします。聞いてください、好きな人。
その一言で嬉しくなってしまいます。もう一回言ってみてよ。いい夢見せてください。私が書いた歌を君に一番最初に聞いてほしいと、いつも思っている。どこにいてもどんな時でも頭から離れないんだ。そばに来て近くにいて、私の好きな人。おはよう、おや、おやすみ、いつか毎日になってほしい。ありがとうございました。よいしょよいしょ。ちょっとあの、私新曲を1年以上ぶりにやっと書かけたんですけど、それいつ書いたと思いますか？だいたいいつ頃書いたと思いますか？急なね、むちゃぶりっていうか、いつぐらいだと思います？だいたい先月とか、それぐらい。だいたいみんなそうですよね。私昨日書いて昨日出来上がって、ちょっとやばいけどね、できたから、ちょっとせっかくだから歌おうかなって思ってるんですけど、あのちょっとやばいかもしれないっていういや、ちょっとやばいかもしれないっていうあれなんで、ちょっとね、優しい感じで見守っていただけるとちょっと嬉しいなって思います。それでは新曲です。聴いてください。星のように。Thank you.
つかなくて大津へ着いた私を見てあなたただ微笑むだけで助けてはくれないの最近歌が書けないの教えてあなたのしてきた恋について本当はあなたが好きなのだから聞きたくはないんだけど8年の恋を超えるあなたを振り向かせる歌なんて書けるはずもないのに何もしないままは嫌なの Starry night 手を伸ばせば届きそうな近くて遠い距離にいるのに流れて私のどこに来てよ時間とともに星のように流れていってしまうんだろう何にも踏み出せなくてため息ついたあなたは私をきつく締めたどこにいたの遠くに行かないでよ最近変えた香水に気づいて私の変化に少しでも期待しても傷つくだけそれならもういっそのことこの思い伝えて忘れた方がよっぽどいいのかなんて決められるはずもないこの距離が変わってしまうの怖いな
次聞くときにはあれこんなんだっけみたいななってるところも多分ね手直ししてあると思うんですけど、そこはねまた次回の楽しみということで、はい、あと何だろうな、これ何分まででしたっけ。10分まで。あ、じゃあ意外といい感じの時間、素晴らしい。YouTube でいぶきって来てる。ありがとうございます。よいしょよいしょ、まあ、いいか。良くない。よいしょよいしょ、あと2曲なんですけど、バレという曲を次に歌いたいと思います。はい、それでは聴いてください。頑張れ。
ありがとうございます。それでは最後の曲になります。ちょっと時間がね結構思った以上に短かったもう最後の曲になっちゃいますけど、はい、じゃあ今日はありがとうございました。田中いぶきでした。
明日も。